デスクトップをカスタマイズしよう。はい、それでは今回はですね、デスクトップをカスタマイズしようということでね、また Windows でやっていきます。はい、でですね、で今これね、私パソコンまだ新しくして、こちらのパソコンほとんどいじってないので、こちらのパソコンでちょっとね、一緒に見ながらやっていきたいと思いますけれども、まずですね、よく使うものをね、まあこういうデスクトップに並べたり、こういうねショートカットバーって言いますけど、ここにあるとね、すぐ何かをこう開いていても、ここですぐ作業がね、新しいアプリを開くことができるので、そこをちょっとカスタマイズしていきましょう。で、最初にねスタートボタンを押すと、こんな感じでちょっとね、使うソフト、使わないソフトいっぱい出てくると思うんで、まずいらないやつをどんどん消していきましょうということで、まずこれですね、この辺のゲーム僕やらないので消していきます。で、カーソル当てて右クリックしてピン止めを外すというと消えていきますので、こんな感じでね、どんどんいらないやつは消していきましょう。はい、これもね外す。はい、どんどん外していきましょう。ニュースもいらないですね。天気はあってもいいかな。で、スカイプ。ストアもいらないですね。エッジも僕は使わないので外すと。ね、オフィスは残しておきますか。で、外す。ワンノートもいらないと。メールと、そうですね。こんな感じで。うん。まあ、だいぶスッキリしたんじゃないでしょうか。はい。で、今度は逆にですね、ここにね、よく使うものをね、どんどん載せたいっていうことで、このまず Excel をこんな感じで、ドロップ&ドロップすれば持ってこれるので、あとは何があるかな、パワポも僕はよく使うので持ってきますと。ね。で、あとアクセサリーですね。アクセサリーで、メモ帳よく使うんで持ってきますと。あとペイントですね。ペイントもよく使うので、こんな感じで持ってきますと。ね。はい。で、並び替え結構ね、こう、自由にできるんで、よく使うものとかね、自分のこう、好みで置いてっていただければいいと思います。で、さらにですね、ここの、ね、一番下、ここに置いとくと、ここって今、いちいち Windows を開かなきゃ、まあ、Windows ボタンでも出てくるんですけれども、Windows ボタンを押して、で、ペイントって開くのを2アクションですよね。これをここにあれば1アクションで開けるので、まあそういう風にしてみましょうということで、これグリドラッグして、まあ、ここに持ってくるとリンクっていう風になって、こう出てきますので、だからよく使うものをこちらに並べるっていうのも一つは手です。はい、こんな感じでね。で、そうですね。で、こちらの下のね、ここのショートカットバーっていうんですけど、ここに持ってくるとワンクリックですぐに開くので、すごく便利だと思います。はい。でね、いらなくなったらまたね、ここピン止めを外すってやれば、ここから外せますので、はい、こんな感じでね、どんどん追加したり外したりしてください。で、あとこっちにね、このデスクトップにあった方がまあ、やりやすいよっていう人は、同じようにこうやって、ここからで持ってこれないのかな？持ってこれないですね。じゃあ、Windows からドラッグして、こうやって持ってくれば、ね、出てきますので、メモ帳とか、ね。で、あとはこう、お好きなところに並べてという感じで、はい、やっていただければ、ね、だいぶ、こう、自分のね、好みにカスタマイズすると使いやすくなると思います。はい。ね、こんな感じで、便利な機能、ね、紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは、パソコンやスマホを使いこなすための情報を発信しています。初心者だけじゃなく、中上級者にもこんな機能あったのかという気づきがあると思いますので、ぜひクリックしてチャンネル登録してください。